こちらの映像ですね、これロイターからですけども、米軍は13日オマーン沖で攻撃を受けた日本の石油タンカーの側面からイラン革命防衛隊が不発機雷を取り除いている場面だとする映像を公開した。取り除く前の機雷と見られる写真も公開したと、米中央軍のビル・アーバン報道官は声明で、現地時間午後4時10分にイラン革命防衛隊が国家カレージャスに、接近したとし、同タンカーから不発機雷を取り除く姿が観測され記録されたとしている。ロイターはこれより先米高官の話として同映像の存在を報じていたと。まあこれがね、まあイランがやったっていうね、なんか、証拠だというふうにアメリカは言ってるわけですけどもね、こんなことをねわざわざね、不発機雷を取り除きにね行きますか、ね、危なくないですか、ね、普通に考えてなんかねバカバカしいですよねこういう話ね不発機雷をね、わざわざ取り除きに行ったと、イラン革命防衛隊が、まあ、これを証拠としてるわけですけどもねまあこういうねバカバカしいね話をね、シナリオね、脚本の中にね入れてきますね、こういうね、賛否が分かれるようなね、ネタですね、毎回ね、入れてきますね、皆さんおはようございますということでね、今日はこの話題を見ていきましょうかね。ホルムズ海峡ですね、これはね。でタンカー、日本のタンカーでしたね、これがね、襲撃、爆破砲撃、いろいろ言われてますけども、されたというね、これを見ていきたいと思います。まずねこの甲板の色ですけどもね、これオレンジでしょうかね、おそらくあのインターナショナルオレンジを使ってると思うんですけどもね、この円端のような色ね、橙色だと思うんですけど、これではちょっと赤っぽく見えますけどもね、おそらくオレンジじゃないですかこれ、ね、見方によってちょっと赤っぽく見えますけどもね、もしこれインターナショナルオレンジだとすると、まあ、東京タワーとかね、ゴールデンゲートブリッジとかああいうのにインターナショナルオレンジ使われてますけども、であるとするならばね、これオレンジは33ですからね、思いっきり写してるということですね、フリーメイソンリーのナンバーをね、読んでみましょう。これは Twitter ですね、 Twitter からですね、 Twitter ですね、中東のホルムズ海峡で日本関係の積み荷を積んだ2隻の船が攻撃を受けたと経産省、世界経済産業大臣は13日午後4時ごろ、ホルムズ海峡付近で日本関係の積み荷を積んだ船が2隻攻撃されたという事案が生じたという報告が入ったと明らかにしました。国際ですねこれ、ね、13日のトレンドだったんでしょうかね、これ確かね、こちらもトレンドに上がってましたね。米国務長官、タンカー攻撃はイランに責任と。中東オマーン沖でタンカー2隻が攻撃を受けたことをめぐり、アメリカのポンペイオ国務長官は現地時間13日に記者会見を開き、イランに責任があると見ていると述べましたと。また同日トランプ大統領は
イランを訪問した安倍首相には感謝しているとした上で、イランとの取引は時期尚早だとツイートしましたと、まあ、こんな感じでね、一応燃えてますね。まあこれは CG ではないでしょう。朝日新聞、今回のタンカー攻撃は安倍晋三首相が日本の首相として41年ぶりにイラン訪問し、米国との緊張緩和のために最高指導者ハメネイ師と初めて会談する直前に起きた、会う前に起きたんですね。ポンペイオ氏はイランは日本のタンカーを攻撃し、船員の命を脅かすことで日本を侮辱したと強く非難したと。トランプ大統領は13日、誕生日の前日、安倍首相がハメネイ氏と会談したことについて、ツイッターの投稿でとても感謝していると謝意を示した。その上で、イランと取引することは時期尚早と感じる。彼らは準備ができていないし、我々もだと強調。米国が目指す新たな核合意に向けた交渉は当面困難との認識を示したという記事ですね。日本の首相として41年ぶりにイランを訪問したと、ね、そんなに長かったんですね。そしてちょうど行った時にね、訪問した時にタンカーが攻撃されるとね、日本のタンカーが攻撃されました。どれぐらいの確率でしょうかこれね。すごい、何万分の1 何十万分の1とかそういう確率じゃないでしょうかね。あ、こういう風に燃えてますね。オマーンって書いてますねこれね。こういう風に燃えてます。水平線ね、まっすぐです。水平線見てください。これもうタンカーどうでもいいですねこれね。水平線まっすぐです。これね、実は地球は平らっていうことをね見せてるんですね。これね、丸くないんですねこれね。本当はほとんどの人、もうどれぐらいの人でしょうね、99% が、地球は丸いと思ってますからね。まあそれ置いといて、まあこんな感じですね。ヘリが撮ってますけどもね、もうちょっとアップで撮れないんでしょうかね。そんなボロカメラしか持ってないんでしょうかこの人たちはね。ヘリでわざわざ来てるのに、遠くからしか映してませんね。こちらもそうですね、せっかくヘリで行ってるんですから、もうちょっと近くで映したらどうなんでしょうかね。でね、カメラの性能もね、いいやつ持ってるでしょうから、ね、この海の方がなんかね気になりますね。この地平線が平らな、平らな地球の方を見せたかったんでしょうかねこれ ね水平線を見せたかったんでしょう、おそらく、ね、こういうふうにね見せますね。本当は地球が平らっていうことをね、これはそして、国家産業、国家ですねこれね、国家産業って言わなきゃなのかなこれね。速報ね、襲撃の船は国家産業運航と、国家産業運航と、なんかこのね花の字どっかで見ましたよね。覚えないですか皆さん、この花の字ね。そしてね、この赤と黄色のねテロップ使ってますけども、わかりますこれ、赤と黄色混ぜるとねオレンジ色になりますよね。赤と黄色ね、まあ目立つ色でもありますよねこれね。まあこの速報の時にはね、これオレンジを使います。そしてフェイクニュースの時にねよく使われますよねこのオレンジね。
で、あ、この人ですよ。花の字ね、これです。花の字はね、この人です。栗林花子さん11歳、めちゃくちゃ肩幅のでかいね、クライシスアクターですね。川崎殺傷事件ね、つい最近ありましたけども、この合成写真の栗林花子さんね、この花子の花と一緒ですね。小学6年生ということで一応設定してますけども、シナリオはね、11歳ね、611ですよね、これね、66、33の倍数ということですね。まあこの栗もね、他の人と絡んでましたよね。もう前も何回も言ってますけども、栗林、栗原めぐみとか、栗原めぐみだったっけ、あれ栗林めぐみだったっけ、栗原めぐみかな、バレーボールの引退した人とかね、栗原めぐみ、ああじゃない、栗原美和ね、虐待死の美和ちゃんですね。あれも栗がね使われてましたね。この川崎の事件前と事件後でね、2つの栗が出てきてますね。で花子ですから、この林もねいっぱい出てきてますよね。林林地林とかね、国有林や管理、改正法案とかね、おべなりがありました。いっぱい林出てきてますよ。他にもね、もう忘れました。もうそれから、あ、これですね、以前に撮ったビデオですけどもね、この中でね、私も言ってました、もうね、次はね、この栗か林か花か子かね、こういう、漢字がね出てきますよと、名前とか、まあキーワードでね、名前以外のキーワードで出てくるかもしれませんよって言ってましたね。特にこの花の字はね、ベタなニュースというか、小さなニュースでね、雪の花が出てましたけどもね、少なかったんで、もう少し出てくるなと思ったら、今回のね、この国家産業の花が出てきたわけですね、やっとね。国家産業ね。まあタイミングはいいですよね。41年ぶりにイラン訪問して、その時にね、またこのね、花がついた、船の前ですね、この船が襲撃されるわけですから。そしてね、こういうニュースもありました。アメリカに留学した女子高生ですね、この人名前が古賀ののかさんって言いますね。古賀ののかさんね、アメリカに留学と、これ福岡の人ですね。私の一緒の福岡ですけど、どこに住んでる人なんでしょう。まあ、ロゴ批判をしたわけですね、これね。リッチランドっていうとこでしたからね、あれね、ハンフォードに近いとこですよね。ワシントンですか。この人がね、学校のロゴにね、原爆のマークがね、キノコ雲のマークが、使われているということでね、問題視したというね、これが話題になったっていうね話ですけども、勝手に作った話題話ですね、これね。原爆本当にあるんでしょうかね、あったんでしょうかね。まあ他の爆弾っていうふうにね最近では言われてますけども、核爆弾は存在しないんだと、ただの脅しの道具だとね、いうふうに言われてますね。私もおそらく核兵器はないと思ってますね、核爆弾はね。賛否はあるんですけども、まあ広島なんかでもね、廃墟を見てるとなんかおかしいですね。他の爆弾、核爆弾に似たようなのがね、使われたんではないか、そういうふうに思ったりもします。このね批判自体は
悪くないんですよね。このロゴがね、キノコ雲を使われてるっていうのはね、いいんですけども、このちょうどね、それを批判して問題提起した人、この人ね、ここがののかさんです。花がついてます、ちょうど同時期にね、同じ日に、同じっていうか同じかな、ちょうど同じ時期にこれがねニュースになりましたね。花がついてますね。これも意図的にやってますね。意図的にこういうね、花をつなげてますね。川崎の事件でね、たくさん名前がね、大山聡、もう一人いましたね、あの外務省職員というね、ミャンマーが担当というか、その人の名前もね、たくさん他に絡みましたね。山ちゃんの山里、山里亮太とかね、佐渡の字もね、たくさん絡みました。この2人のね、川崎事件で亡くなった名前からね、たくさんね、連続して同じ名前が使われましたね。やらせ事件、捏造事件にね、そういうね、名前遊びをね最近やってます。シナリオライターね、これを書いた、シナリオを作った人たちね、国家産業株式会社ね、国家ですね。国家、言いにくいですね、国家ね。国家なら分かりやすいですけど、ね、国家じゃちょっとまずいでしょうからね。国家産業株式会社ね、って書いてますね。花の字ですよこれね。そしてこれが片田豊社長なんですね。この人はね、6時半前63サブ68国家産業の片田豊社長ね。この人も後で名前絡むんじゃないですか、この片田豊っていうのはね。もしかしたらなんかね、笑っちゃってましたよ、なんかね、笑った風に私には見えました。詳細の説明は今の時点で我々もできないのでとかなんかね、言う時になんかそのすごいにやけてましたね。ほらこれなんか笑ってる風に見えるんですよね、これニコッとね、まあ、こういう演技をね、しろと言われたんでしょうね。まあ賛否両論になるような、こういうね、分断するようなね、お互いにこの意見が分かれるような、こういう微妙な笑いをしましたね。詳細の説明は今の時点で我々もできないのでっていうところですね。速報がいいですね。速報ね、速後ろね、反対から読むとあのクソですよねクソ法になりますねこれね。これはね、ちょっとそのちょっと前にあった事件ですね。脅迫文をね、なんか子供たちがバスを待つ園児に腹を立てってことですね。脅迫文をね送りつけたと、その家にね、子供たちの家に脅迫文を送りつけた男を逮捕とね。これもクライシスアクターみたいなね演技でした、これね。こういうのもわざとね、賛否分けるためにね、アクターなのかアクターじゃないのかっていうのはね、微妙なところを見せるわけですね。でそういう撮り方をしますけど、この人の名前が荒井豊ですよね。荒井豊ね、最近この荒井の荒の字ですね、真という字ですね、これがね、出てきてます。なぜかって言ったらね、今ね荒谷、秋田の方ですね、荒谷演習場ですか、ここがイージスアシュアでね、話題になってますよね。荒谷演習場ですね、それにも絡んでます。そして豊かね、この豊か、この豊かですよね。豊かはこちらに絡んでるわけです。片田豊かね。
こういう連想ゲームをねずっとやってます。国家の花は栗林花子、ね、そして豊かはこのね最近この事件の前に流れていた荒井豊かのね豊かなんです ね。どちらもやらせをやってますね。中東で単価2隻に攻撃か、米艦隊に救難信号、44人救助の情報もと。まあねこの AFP なんかの記事なんですけど、これ AFP もね、日付時間これ見るとねすぐ分かります。33合計数ね2019年6月13日18時20分これそれぞれの数字をね足してみてくださいね。20196131820でねこれ合計すると33になりますね。33そしてこの44人っていうのもねありますけども、ね、この国家 courageous っていうんですね。国家 courageous 勇気とかそういう意味でしたかね。この courageous っていうのはね、この国家ね KKK じゃないですかこれね。KKK ね3つ入ってます K がね。 KKK ってねこういう感じですよね。アメリカ白人、至上主義団体ですか。クークラックスクラウンです。クークラックスクラウンですかね。クラウンかな。クークラックスクラウンかなね。これも作られた団体ですね。アルバートパイクでしたこれ作ったのはね。えこういうねしょうもない団体。あこれもオレンジですね。そういえばねオレンジ色を使ってます。これ33の意味があります。これもね八百長団体ですね。国家カレージャス乗組員21人とフロントアルテア号乗組23人ですねは全員救助されたと。当たり前ですね、最初からそういうふうに話は聞いてたでしょうから。こういうね演技してくださいというふうにね。信号を受けたのは6時12分と午前ね。これ6と12は、12が3になりますからね足せばね。でサブ6 18になりますよね。まあ7時中のちょっと分かんないけど、7は G でしょうか。そういえば ABCDEFG でね G になりますよね。午前7時っていうのはね、18に6時12分が18サブ6ですね。まあまあ足せば3と6で9にもなりますしね。午前7時もう一つはこれは G ですよね。フリーメイソニーの G ですよね。乗組員は全員避難と、ね、これがフロントアルティアには23人ね 23×3 で69になりますよね。国家カレージャスは21、これは3721ですね。77が3つですね。今度トランプが14日もう終わりそうですけども、暗殺もなさそうですけども777でね73歳になりますから、あなってるのかもね。14日ですから72歳から73歳になりましたね。これは朝日ですけど、なんかねオレンジ色に見えませんかね。これねもう調べてないんでね、めんどくさいんでちょっともう最近はもう調べるのもねやめましたけども、おそらくこれオレンジ色でしょう。これねこんなに見せてるんですから、インターナショナルオレンジですよ確か。ホルムズ海峡近くのオマン湾で
1日攻撃を受け炎上する日本のタンカーの紹介にあたるイラン海軍のボートね、イラン海軍のボートが紹介にあたってますね。タスニム通信っていうかこれね、ね、これイランがやってくれてるわけですけども、これはどっちの方だった、ノルウェー、どこでしたかね、ノルウェーの方でした、まあいいや、ノルウェーだったかな、これもしかして、乗組員ですね、何人いるんだろう、まあまあ23人ぐらいいるのかな、全員揃ってるのかな、これ、まあ、こういうところでね、オレンジがやっぱり使われます、ね、これみんな白ですよね、一人だけこう近くに目立つところにオレンジ着たおじさんがいますけどもね、もうこういうね目立つんですよ、このオレンジがね、こうパッとね一人だけ着てるっていうね、アンダーアーマーね、これも、ね、As above, so below じゃないですか、これね、上と下にこうなってますけども、ね、オレンジ、あ、これはフィリピン人の方でしょうかね、もしかしてこの人たちもちゃんとオレンジを着ていますね、まあこういうのはね目立つ色ということで、まあよくね救助する人たちなんかが来てますけども、まあもう一つの意味としてオレンジは33という意味があるんですね、これね、あ、ここにもオレンジですね来てますね、まあ本人たちもね、もしかしたら攻撃されたと思ってるかもしれないですけどね、上の方だけやらせと知ってるわけですね、まあ、船長クラスになると知ってるでしょう。これは令和から5月1日が令和でしたけども、その事件があった日、砲撃があった日、これっていうのは6月13日でしたよね、6月13日、これね間隔、何日あったかするとね、44日っていうのが出てきますね、令和が始まって5月1日始まって44日目で、こういうことがあったわけですね、大事ですね、このね11とか22とか33とか44とかね、ね、5月1日から6月13日2019年ね、これ44日目でしたね、44日後ですね、この courageous なんでしょうか、あー、courageous っていうのもね、この44数比が出てますね、うまいこと44になってましたね、これピタゴラス数比ですね、44が出てます、ね、これなんだこれは、まあおそらくねこれ憲法改正に有利に働きますね、これからね、こういうね捏造事件を利用して、誘導したいわけですね、世界のエリートたちはね、協力体制でやってます、エリートはね全て上はつながってますね、野党も与党もありません、国同士のね、まあ、対立、これもね八百長ですね、利害は一致してますから、このエリートの人たちのね、利害というのは、どこの国の大衆もね、この人たちに騙されると、分断されね、そういうふうになってます、なんて書いてますかね、 Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it って書いてますよね、 Make the lie big、嘘は大きくつけ作れと、ね、ね、大きな捏造ですよね、で簡潔に Make it simple、ね、簡単に分かりやすくっていうことでしょうね、
で Keep saying it、まあ、続けてね、メディアなんかで言い続けろってことですね。 And eventually eventually かな、うん、まあ、最終的にっていうことですかね、いずれっていうことですかね。 They will believe it というふうになりますよね。まあ、それを信じるだろうと、もう、うん、洗脳していくわけです。こういうふうにね、何度も続けて、ね、言うわけですね。で、大きければ嘘はね、大きければ大きいほどね、人はね、催眠術にかかりやすくなりますね。こういう典型的な例ですね、この今の事件、このタンカーの砲撃事件ね、やられたっていうふうにね、見せるわけですよね。するとみんなね、もうあまりにも大きな出来事なんでね、まさかこれがね、捏造なんていうふうには思わないわけですね。まあセンセーショナルですよね。そしてね、見た目もいいですね。人々を騙そうとするにはね、こう、日本がやられたっていうふうにねすると、ね、大衆というのはね、まとまりやすくなりますね、うん、誘導されやすくなりますね。でメディアが吹き込んでいきますから、彼らのアジェンダをね、うん、で最終的に騙されていくわけですね、大衆というのはね。これはね、ヒトラーの言葉です。さっきのはね、今トランプの顔が映ってます。トランプの顔なんだろうか、トランプにひげつけた顔なんだろうか。これはね、ヒトラーの言葉ですね。アドルフ・ヒトラーって書いてますね。 Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it ね。これは多分我が闘争でしょうか、わかりませんけども、ドイツ語ね、これもオレンジ色ですよね。ファンタ、これもヒトラーが作りましたけどもね、ファンタオレンジは、これもね、オレンジですよ。コカ・コーラ CC ですね。 ABCABC33 ですよ。乗組員は全員避難。タンカーを運航している会社によると、2隻とも乗組員は避難して無事だという、避難して無事だというね。フロントアルティア号には23人、国家カレージアス号には21人が乗船していたとされるとね。これで44人が出てくるわけですけども、ノルウェーの海事当局はフロントアルテア号は攻撃を受け3回の爆発が起きたと説明したと、ね、3回の爆発 でこの基本になるのはこの3ですからね、369ね、もう3の倍数とか11、18、ね、21とか23もですけども、こういう数字がよく出てきます。6月14日 AFP 中東のオマン湾、ガルフ・オブ・オマンかな、ちょっと発音わかりませんけども。で13日攻撃を受けたとされるメタノールタンカー1隻を運航する日本の海運会社国家産業ね、国家産業は同日船員は船を脱出して全員救出され、さらにメタノール貨物も無事だと発表したと。ね、ね、何の影響もなかったわけですね。やらせですからね、被害はないんですね。国家産業の片田豊社長は東京で記者会見し、他の船も攻撃を受けたようだと述べた。片田社長は船員らは攻撃を回避しようとしたが3時間後にまた被弾したと。またここで3が出てくるわけですね。片田社長は船員らは攻撃を回避しようとしたが3時間後にまた被弾したと、ね、さっきも3出てきてましたけど、別の船でね、
こっちも3が出てくるわけですね、対照的に。で33ですよね。ね、この Gulf of Oman でしょうね。オマン湾ね、これはね、カルディアン52ですけども、47と110が出てますね。ピタゴラス数比で47、アルファベット順換算では110ですね。でここにね47、ピタゴラス数比、こういうふうに出てますね。そして次、あ、これ47っていうのはね、いつも言ってますけど、フリーメイソンリーのコンパスの角度、そしてねジーダスね、ジーダスが ねキリストが、74ですから、それのね反対の数字になりますよね、47っていうのはね。そしてこっちは110ですね。これはアルファベット換算の方ですけども、こちらは110になりますけどね、これはね110、これ何に関係してるかっていうとね、この人と一緒ですね、ロックフェラーですね、ロックフェラーですね、これが110ですよね、110ね。これ911の時にもね、この110絡んでましたね、ビルの階数とかね、いろいろ絡んでましたよ、110は。ワールドトレードセンタービルのね階数110階とかね絡んでました。まあ他にもねたくさん絡んでましたよ、110はね。これがねロックフェラーのね数比です。これとオマン湾のね、ガルフ・オフ・オマンかな、これは同じ数比になるわけです。1回目の攻撃は13日午前11時45分ということでね、これも119になりますよね。45のところは4と5出せば9になりますから、11時99ってことだよね、119ですよ。反対にすると911ですよね。まあこれいいかな、もうめんどくさいですね。ちょっとお茶飲みましょう。これ6月14日 AFP 更新、中東のオマーン湾で13日タンカー2隻が攻撃を受けた問題で、マイク・ポンペオ米国務長官は攻撃を実行したのはイランだとの見解を示し、この件を国連安全保障理事会に提起すると表明したと。でもうこういうシナリオになってるんですね、もう最初からね。まあイランもねちゃんとこの話はね、分かってやってるわけですね。このマイク・ポンペイオじゃなかったかな、ポンペオってなってますけど、マイク・ポンペイオね、 PP が入ってますね、 PP ね、なんか男性器という話がありますけどもね、この人55歳ですね。1963年12月30日ね、12月1と2足せば3になりますよね。で30日ですから33ですよね、これもね。合計はいくつになるかな、16、19、20、25か、あんま関係ないな。55歳ですね。マイク・ポンペイオっていうね数比、これもねちょうど55になるんですね。なのでね、今年っていうのはねすごい年ですよ、このマイク・ポンペイオね。
55ですから年齢も55ね、ピタゴラス数比も55ということになってますから、まあ、かなり出番が多いでしょうねこの人はね。今年は55歳の年ですから、マイク・ポンペオマイク・ポンペオってなりますからね、この人は。ちょっとね、本当の発音が分かりませんマイケル・リチャード、マイク・ポンペオってなってますね。このマイケルね、マイケルも33なんですよね、これね。マイケルね、ピタゴラス推で33になりますね。カルディアンだと22ですね。マイケル・ジャクソンなんかも同じですね、33なんですねこれね。死んだというのも嘘でしょうね。イルミナティの犠牲とかあれば、ああいうのはもう完全な嘘ですねあれね。おっとこれはね、2018年の3月31日のね写真ですけども、こういうのもありましたね。キム・ジョンウンとねツーショット、こういうのもありました。握手の仕方どうでしょう、メイソン式じゃないですかこれ。これメイソン式の握手じゃないですか、ほらねえ、よく見てくださいこの手を、手の握りをね。ねえ、どちらも八百長プロレスやってますからね、メイソンですよっていうのをね、こういうハンドサインで表してますね。そしてこのキムね、キム・ジョンウンのキム、これもね、アルファベット順換算で合計でね33になりますね。11プラス9プラスの13ね、これで33になりますね。これがキム・ジョンウンですね。そしてこの人なんだろう、在任期間、ああ、これ CIA にいたんですね。国務長官の前はね CIA 長官をしてましたから、24代、2017年からね、1月23日、これも1月23日っていうのもね123ですから、1と2足せば3ですからね、33になりますよね。そしてこの2018年在任期間最後ね、2018年4月26日ですよ。4と2足せば6じゃないですか。それで66が出てきますね、この日付だけで言えばね、年数は入れなくてね。まあそんなことをやってますね。まあそれで今国務長官をね4月26日から今ずっとやってるわけですね。出身オレンジ州、オレンジ郡、オレンジ市参りましたね。カリフォルニア州、オレンジ郡、オレンジ市ですから参りましたね。オレンジカウンティーみたいなもんでしょうかね。オレンジカウンティーみたいな、オレンジ郡ね、おそらくこれじゃないですか、カリフォルニアでしょね。こういうところで生まれたという話になってます。こういうことですね。あ、これそっか、第5艦隊 US 5th Fleet ですね。 US 5th Fleet、FF じゃないですかこれね、フィフスフリートね、第5艦隊 FF。 FF っていうのはね数比というか F が6ですよね、ピタゴラスで言えば F が6になりますから66っていうことになりますよねこれね。第5艦隊も66と、
ですね。まあフロントライン FL、 それから創価学会、なんで出てきたんだろう。あ、これあれだろうな、日付まあ名前が絡みましたけどね、栗林花子と国歌っていうのがね、 花つながりで、ね、同じ花が使われましたけども、これってねやっぱり5月28日の川崎の事件、これから6月13日の今回のね、タンカーの砲撃事件、この間隔ですね、日付の間隔ね、どれくらいの間隔があったかね、これ計算すると17日ですよね。17日、最終日も含めてね、6月13日も含めて17日、ね、この前もやりましたけどもね、創価学会インターナショナルね、創価学会インターナショナルっていうのがありますけどもね、こういうのがね、設立は1975年からか、池田大作設立者ね、まあ、この人ね、 SGI 略してね、 SGI ですけど、まあ、この数字なんですよね、17っていうのはね、17、ピタゴラス数比で17ね、 SGI ね、この人たちが絡んでるってことですよね。でさっきの原爆キノコ雲のロゴに疑問と、日本人留学生の行動に反響があった米西部ね、こんな感じですね。ここがののかさん、こういうね、ニュースがねタイミングよく出てくるわけですね。罪のない人たちの命を奪うことを誇りに感じるべきでしょうか。このロゴにたね、ロゴをみんなつけてるってことでね、問題提起してるわけですけども、もしかしてこれもね芝居の可能性があるのでね、気をつけてみたいと思います、こういうのはね。この高校生は知らないでね、こういうことをやったんでしょうかね。まさか私の花も使われるとは思って なかったのでしょうかね。まあ思ってなかったでしょうね、知らされてないでしょうね。まあ誰かにこれをやれというふうに言われてね、操り人形のようにね、この問題提起をしたのでしょう。このリッチランド、やった場所の、ね、学校の場所はリッチランドでしたね。これもね69が出てますね。そしてそのロゴに使われていた R ですね、 R、 これは、ピタゴラスで9、アルファベット換算では18が出てますね。カルディアンでは2ですけどもね、なんかね R っていうのもそれらしい S が出ますね、こちらは香港、香港でデモ隊と警官隊が衝突、負傷者もと、ね、香港で12日、6月12日ですから 6とね、6月の6と1、2は3ですから、1プラス2ね、サブ6、18、まあそういう日ですよね、議会にあたる立法会の敷地内にデモ隊が流れ込んで警官隊と衝突し、複数の負傷者が出ているということです。デモ隊は香港で拘束した容疑者の中国移送を可能にする逃亡犯条例改正案に抗議していますと。これも官邸デモですね、もうね、八百長デモですね、こういうのもね、たくさんね紫色を着ている人たちが
この中にいましたね。まあ、このね香港のデモとね、その前に話題になっていたシャンシャンですね、これがつながりますね。シャンシャンね、カオルカオルと書きます、ね、これあんまりメディアに出てこないんですけどもね、シャンシャンっていうのはカオルカオルですね、匂う匂うですね香りますと。シンシンっていうのいますけどもね、シャンシャンではなくシンシン、こちら大きい方ですよね、こちらはね、真実のシンを使ってますね、誠の方ですね。シャンシャンの方はね、カオルカオルになってます。それでね、ひさひと事件なんかでもカオルが出てましたよね、字は違いますけども、燻製なんかの香るの方ですね、あの字が使われてました。久人事件ね、あれも重要な事件でした名前について呼びやすく、漢字の香るは花開く明るいイメージからねそういうふうにわざわざ書いてくれてますけどもね、シャンシャンが話題になってました。2歳ね、12日に2歳になったと。まあ、これ札幌の事件とも関連してますよね、小鳥ちゃん事件ね、あちらも2歳です、片や衰弱して虐待死、片やね、元気いっぱいとね、すごく動き回ってましたけどもまあこれがね香港のデモの前にね話題になってました、ね、これも関連付けられてますね、これね、シャンシャンとこの香港のデモですね、スリランカテロでもねこのカオルが使われてました。被害者ね、高橋カオルでしたこの高橋っていうのはね33数比ですからよーく出てきます。オウムの事件にも高橋で出てきますけど、被害者、遺族ですね、この人も、33数比ということですね。オウム事件自体やらせですからね、よく過去のビデオをね、見てみるといいです。もうクライシスアクターばっかりですね。あ、こんな感じです、シャンシャンね。あ、そしてこれシャンシャンはね一応クマ科ですからね、成長を踏んで振り返るパネル展開催と、なんかバカにしてますよね、踏んで振り返るとかね、クマ科ですから、クマということはね、熊沢秀明、元農水省息子殺しですねの熊とねつながっています。それでね最近熊の話題が多いですよね、熊に噛まれたとかね、熊が出没したとかね、このシャンシャンも熊ですね。でこれリポートしてたのがね、藤原日奈子という記者ですけども、日奈子かね、日はね皇室関係で関係ありますよね。で藤ね、藤原じゃないですか、札幌の事件の、藤原和也じゃないですか、の藤原までね使ってますよ、藤原和也の藤原で、原はね、栗原にもつながってますね、栗原めぐみ、栗原みやちゃんね、クライシスアクターの虐待死ですね、それにつながってます、ね、2歳になる前に、香港のデモがね話題になる前にねすごくやってました、これね、シャンシャン、シャンシャンさんもう大人ですね、明日2歳です。確実に大人に向かって成長しているとね、これデュアリティですね、これ富田清正っていう人ですね、これそして5月1日から6月24日フリーメイソンリーのね、イングランドロッジのグランドロッジの方のね設立日ですけども、6月24日っていうのはね、これ令和から何日あったんですかね、あこれは違うな、令和からこっちは5月1日から6月2日か、ちょっと今のは違いますね、
5月1日の令和元年から初日から6月2日、あ、これが33日あったってことですね。33日ありましたね。この日、何があったかっていうとね、天皇、新天皇がね、地方のね訪問、植樹祭か何かにね出かけましたね。植樹っていうことでね、林とかね、関連していくわけですけど、国有林のね改正法案とかね、管理のね、林地林とか、それから杉良太郎がね免許返納とかね、こういうのが話題になってました。これがね、植樹祭の地方訪問、新天皇の、地方訪問に関係してるわけですね。あ、これですね、両陛下愛知県入り、即位後初の地方訪問ということでね、これが6月2日でしたね。ほら、こういうのもね222とかね続けてやってますね。合計数いくらになりますか、これ。24か、あんまり関係ないな。ということでね、これが33日目でしたね。両陛下全国植樹祭に、ご臨席と、11年ぶりお言葉とね、あります。ね、こうやって言ってます。両陛下全国植樹祭へ即位後初の地方訪問、日経ですね。1日から2日愛知県を訪問されると。33日目、ここでね何て言ってたかというとね、温暖化詐欺をやってましたね。温暖化詐欺の話をしてました、新天皇ね。あ、これがさっきのやつですね。5月1日から6月24日、グランドロッジの設立日、これがね55日ですよね。今回のねタンカーの事件、これが44日目でしたね。33日目は地方訪問初のね、で44がタンカーね、国家産業のねタンカーがやられました。そしてね今度24日ね、これ多分どっかでね、世界のどこかで、何か起こると思うんですけどもね、この日がね55日目ですね、令和からね。なんかねちょうど揃ってます。まああとね66日目とか77日目、88とかね、いろいろありますけども、まあそういう日にね、何かあるかもしれないので気をつけてね見ておいた方がいいかもしれませんね。そしてこれホルムズ海峡ね、こういうところですね。ペルシャ湾があって、オマーン湾があって、ホルムズ海峡ちょっとこうね狭くなってるところですね。わかりますかね、今回のタンカーの方のね、現場ですよね。これちょっと読みましょうか。ホルムズ海峡、ホルムズ海峡、英語、Strait of Hormuz、 ホルムズかな、ペルシャ語なんとかなんとかは、ペルシャ湾とオマーン湾の間にある海峡である。北にイラン、南にオマーンの飛び地に挟まれていると。水深75メートルから100メートル、最も狭いところでの幅は33キロとね。こういうところでまた33がねマーキングされてます。かつてこの付近にはホルムズ王国があり、15世紀には明のなんとかが寄港したとということなんですけどね、こういうところで33がまたね、マーキングされています。これね Strait ofホルムズって言うんですね、確かね。ホルムズ、これ、74です、数比が74、ピタゴラス数比ね。カルディアン61ですね。このね74っていうのはね、アルファベット換算の方でいくと74、これジーザスですね。ね、ジーザスクライストですね。
この数字が出てくるわけですね。74、ピタゴラスは11、イエスはね、キリストは、カルディアンでは18ということですね。オマーン、オマーンはねあんまり絡みませんでした。16、43、あ、ここで17が絡んでますね。創価学会数か何か知りませんけども、このねオマーン、これがねカルディアンで17が出てきましたね。それからオレンジですね。オレンジ、最初に言いましたけども、これ33数比でしたよね。そしてこのねスペルでもね OR でも33になります。最初始まりですね、 OR で33、アルファベット換算ね、ピタゴラスで33、そしてこの OR だけでも33が出てくるわけですね。そしてこのね次 OR も含めまして RAN が続きますよね。O を抜けたら RAN ですよね、最初ね。これもね33が出てくるっていうふうに言われてますよね。33が出てきますね、 RAN ね、これ33になります。 R18A1N が14ね、というになります。あ、終わりですね。ということでね、終わりたいと思います。今日もちょっと長くなりましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。